花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日連休のね。そうですね、今日から5月ですよ。5月に早いですね。早いです。あっという間にね、はい、5月になってしまいましたけどもですね、はい、今日は素敵なゲストをご紹介いたしましょう。イルヴィン浩二さん、イエイ、はい、イエイ。どうもこんにちは。ご無沙汰です。ご無沙汰しちゃって、ね、もう 5、6 年ぶりでしょうかね。そうですね、今日見たら6年ぶりということで、はいはいはい、かなりね時間の経過感じますけど、うん、でも SNS でほら加納さんとのこうね皆さんとやり取りとかしてるので、はいはい、なんかそんな合ってない感じはないんですけど、スタジオに来るのはね、はい、結構久々なので。そうですね、やっぱり武蔵小杉降りてくるとね、やっぱりなんか懐かしいなってね、思いますよね。前ね、はい、ラジオやってましたよね。そうですね、2017年ですね、はいはいはい、3月までやってたんですけれども、はい、だからそこからもだ3年ぶりになりますので。そうですよね、はい、ここのあれビル風がすごいじゃないですか、うんうんうん、来る時のなんかああいった風とかもなんか懐かしくて。あ、そう、はい、いや、そうかそうか、なんかね、もう ご活躍でね、いえいえ、もう会えないのかと思って。そう、有名になっちゃった。いや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 、なっちゃったってのは失礼なんで。いやいや、そんな、じゃあとんでもない、とんでもない、ね、加納さんにそうやって言ってもらえるってね、嬉しいなと。いやいや、今回ね、はい、まあ、いろんなことをお話もしたいんですけど、もともと、その、イルヴィン浩二さんっていうのは、はい、もうそのスペインからですよね。メキシコ、メキシコですね。はい、メキシコから、ね、はい、こちらにおいでになったのは、僕が7つの時なんで、92、3年とかじゃないですかね。多分ね、日本に来て最初ゲロ町に、岐阜県のゲロ町に来たんですよ。ああ、そうですか。うん、それでもね、サラブレッドですからね。そうですよ、お父さんはもう改めて説明していただきたいね。もうでもサラブレッドでもね、走るサラブレッド、走らないサラブレッドっていますからね。そんなことはない。DNA がしっかりね、しばらく未勝利のまま来てましたけどね。ずっとね、いやでもね、有名なね、お父さんも、おじいさん、まあ、じいちゃんも、うん、まあ、うちのお父さんも有名なんですけど、うん、なんだろう、いい意味なのかな、いい感じなのかな、なんか影響は、うん、皆さんと同じような感じの距離感で受けてきたので、うん、なんか直接習ったわけでもないし、うん、なんか親父が生きてる時にギター弾いたわけでもないんですよ、うん、だから独学なんですね、うん、でね、例えばうちのじいちゃんはそのアルゼンチンのそのフォルクローレのロスインディオスタクナウっていうね、ロスインディオスですよ。そうです、タクナウっていう、まあ向こうでは国民的なギターデュオ、兄弟デュオでやってて、うん、まあ、タンゴ、フォルクローレ、うん、でそれこそ菅原洋一さんとの出会いとかは、やっぱうちのおじいちゃんの、そのやっぱそういったところも縁はあるので、うん、彼らのうちのおじいちゃんたちの演奏を聞いて、菅原洋一さんがタンゴをギターで歌いたいっていうことで日本に。なるほどね、はい、でそこからうちのおじいちゃんのその日本でのツアーがそこから十何年こう続いてね、なってったんですよ。でかたやうちの親父っていうのはクラシックとか、なんだろう、ジャズだとか、うん、そういった音楽文化をメキシコのトリオの音楽に入れた人なんですよ。もともとやっぱトリオもある意味フォルクローレなんですよね、向こうのマリアッチとかもそうなんですけれども、はいはい、なんでそういったようなこうなんだろうな、違うジャンルから の音楽的なスパイスっていうのがこう入ってこなかったんですよね。だから当時の、ロストレスアセスっていうね、三大統領の一つの、レキントギターって花形のね、はい、ギターなんですけれども、そこでのアレンジだとか、あとはもうそこをきっかけに向こうの、まあ、有名な俳優さんだとか、まあ、アーティストの、そのバンドマスター
をずっとやったりとかね、そのオーケストラの楽譜を書いたりとか、なんかそういったところでやってたんで、うちのおじいちゃんは国民的デュオの方でボンと出てて、うちの親父っていうのはどっちかというとプロデュースする側だったりとか、あのっていうそのメキシコの音楽を上げてった感じの立ち位置なんですよね。なるほど。だからうちのね、あのメキシコの兄貴からたまに電話かかってきて泣いてるんですよ。そうするとね、なんかうちのね、あの親父の名前をねメキシコで背負うのは辛いって言ってね、結構そう泣きながらで怒ってくるんですよ。お兄さんいらっしゃるね。そうで、あのうちの依頼すぎちゃってちょっと辛いんだね。そう、うちの兄ちゃんはベースやってるんですよ。だからベースだからまだいいけどって、あ、ギターだったら、そうギターだったらって言ってて、でなんか聞いてくるんだよって、日本にいるんだろう向こうのギタリストたちがね。本当。そうだから、まあ、メキシコ行った時にはじゃあライブ連れてきてよっていう話はしてるんですけど。そうそうそう。そういうね、イルヴィン浩二さんですけどもね。あのちょっとね、この、新しい CD、はい、これ出ましたね。出ました。これあなた歌歌ってのも初めて聞いたんだけど。はい。歌ってますね。いや、うまいしね、びっくりしちゃった。歌わなかったの今まで。いや、ギターは知ってたよね。いや、実は歌の方が僕は好きなんですよ。そうなんだ。そう、ただ当時は、なんて言うんでしょうね、あのね、なかなかこういろいろあって体調が良くなかったんですよ。で、体調が良くないとやっぱ声って出ないし、歌うどころの体力じゃなかったんですよね。で、そういうこともあって、まあ、ここその体力が戻るまではずっとギターをやってたんですけどね、あのまあ大体戻ったので、あのこれで、はい、歌ってやったんですけど、今回の曲はねちょっとミディアムテンポのロックナンバーにはなってるんですけど、ビクトリアね、ビクトリアというね、はい、曲なんですけれども、これは作詞作曲編曲、そうですね、あの素晴らしい才能がやっぱあるんだね。あのドラム以外のプレイも全部自分でやってます。あ、そうなんだ。そうです、そうです。すごい ね、 そうだからね、なんで隠してたのそれいやでもね、割 と、 楽器始めた時から、バンド、僕実はバンドが好きで、でそのバンドを分解して演奏するのが趣味だったんですよ。だから例えばギターだったら、なんかグレーだったら久しパートとか、タクローパート、ジローってベースなんですけど、ベースのパートと、テルとテルのコーラス 1,2 とか、あとキーボード何々とか、でそれにもう一つ自分が入って、自分だったらこういうのをやるっていう遊びをずっと高校ぐらいの時からやってたんですよ。なるほどね。で そういうのがあの多分すごい良かったと思うんですね、その作曲とか編曲する上で、これあの2曲入りなんですけども、はい、これはその、ま、両シングルみたいな感じでね、はい、なってますけども、この中のね早速ね、インストゥルメンタルのナンバーをご紹介しましょう、はい、決戦。
ながらちょっとお話ししてたんですけどもですね、はい、これ誰にも教わってないの？教わってないですね。すごいな。すごいよね。だね、普通ほらギターの先生に習うとか会うとか、まあ今教育、ね、いや音楽やってる方ってなんか音楽学校行ったりとか、はい、はいはい、そういう人が多いよね、うん、そうですね、どっちかっていうとなんか皆さんがこう想像するような、うん、ギターってこうやって弾くんだよとか、うん、コードはこうでとか、うん、クラシックの奏法はこうでとかって、うん、そういうことじゃなくて、うん、なんだろうな、言葉にならないものはたくさん習ってきたと思います、うん、例えばステージから見る先輩の姿とか、うん、また両親の姿もそうですけど、うん、そういうものはたくさん学んできたと思います。だから生きた教材みたいなものはめちゃめちゃな、うん、学んだかなと思いますね、うん、あとはその音楽以外のものもたくさん見てきましたね、うんうん、なんか大道芸とか、あ、はいはいはい、マジックショーとか、うん、そういう音楽と全く関係ないところ、うん、って、まあ、当時思うような感じだったんですけど、うん、絶対この共通点があると、うん、なんかね、うん、僕もそう思うんだよね、うん、その時はね全くその違うことをね、はい、てはい、何やってんだろうとか思う時あるけども、はいはい、実はそのいろんな部分で自分がこうそれによって形成されるみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、無駄なことはね一つもない気がしますよね。本当それこそバイトとかもそうじゃないですか、うんうん、なんかなんだろうな、まあ、ある人に言わせると絶対バイトなんかするなっていうそういう先生もいるんですよ、うんうんうん、でもまあ、僕の場合はしなきゃいけない環境だったんで、うん、いやいやそんな中でも絶対これは音楽に通ずるところがあると、うん、っていうところでバイトしながらもずっとそれは考えながら、うん、例えばこういうところで、まあ、信頼を得られないやつは、うん、音楽やったってその自分のメンバーから信頼得られないとかね、うん、なんかそういうものをこう自分にこう、うん、ちょっとこう貸しながらやったりとか、うん、あとはこの状況を楽しめるとか、うん、なんかそういう風になって、だから音楽が好きなんだからやってて楽しいのは当たり前だから、うん、そうじゃなくて今あるその環境の中でどうやって楽しむのかっていう、うん、それこそトイレ掃除でも、うん、俺が一番うまいトイレ掃除してんだぐらいな感じでやったりとかっていうのは、やってましたね。あったあった。俺もね、うん、デビューしたのがもう、80年だから、はい、まだCD はなくてアナログ版でエピックソニーでね、うん、ソニーのオーディションでグランプリになって、はいはいはい、第1回目だったんだけど、それデビューしたんだけどうまくいかずに、それからしばらくして和菓子職人やってたことあったのよ。和菓子ですか？面白いだろ。面白いですね。このロックな感じと全然違うじゃないですか。そうそれで、マクドナルドとかじゃなかったですね。子供生まれちゃったから、それで子供を養わなきゃいけないんで、はいはい、それをしながら、まあ、ソニーの制作とかでバイトもしてたこともあったんだけど、うん、ちょっとあることがあってそうやめて、うん、で始めて、それからトクマジャパンっていう、まあ、はい、そっちに移ったんだけど、その移る前にTBS のね、はい、角田博さんの番組に出たのよ。あなたはご存知らしいけど最近、はい、で角田さんのライブ G っていう番組に出て、はいはい、その時だから職人やってたから、一丁羅来たさおばちゃんとかさ、いつも長靴履いてるようなおばちゃんがもう一丁羅来て、親方とかが TBS に並んだんだから、職場の、おばさんばっかり。それで角田さんが、かな君ちょっとファンの年齢層高いねって言われた。そこは角田広いねなんです。そうですね。だから、はい、角田さんは甘党なのよ。その話楽屋でしたら俺好きなんだよ。あ、そうなんですか。そうなんだよね、そういう話思い出がありますけどもね。でもなんかそういうものもね、全て含めて、はいはい、時が経ってみれば何らかの形でね、はい、自分のこう精神の中に入り込んでるはずだから。そうですね、歌とかにもなんか影響されますよね。いや絶対されると思います。なんか経験が、まあ、芸に出るっていうのはこういうことかっていうのを最近少しずつ、うんうん、だけども明らかに変わってるっていうのを感じてきてたのね、ここ数年、うん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 、あ、これかと。そのまあ勝手でもしなさいじゃないですけど、なんかあるじゃないですか、その苦労を買って、うんうんうん、まあ苦労だとあんま思ってないんですけど、こういうことなのかなと思って、やっぱそれがそのままステージに出るので、なんだろう、それこそ例えばヒロさんだとか、うん、まあ、あと菅原洋一さん、川中美幸さんとか、うんうん、そういうまあ大御所の方たちとこう、まあ僕がこう
縁を持てたっていうのは、そのギターのプレイとかそういうことよりもなんかこうなんだろう、もがいてる感じ、っていうのが、うん、唯一出せる武器なのかなっていう感じはしたんですよね。なんか、うん、なんか分かんないけど壁にぶち当たってると、うんうんうん、なんかその様を先輩に見せるしかないなと思ってたんで、そのうまく弾こうとか、うん、そうじゃなくて今のできること、普段毎日やってきたことをその日に出す、うん、それだけっていう、うん、ことでやってきたんで、多分皆さんすごいいろんな経験積んできてるんで、まあ見抜けるんでしょうね、簡単にね。うん、うん、それでなんかこうヒントくれるみたいな。川中美樹さんとかも割と長いお付き合いなの？僕はお母さんが超現在頃 ね、はい、お母ちゃんの会で歌わせてもらったりしてたんで、はい、見ました、SNS で見ました、Facebook で割とね結構ね、そう、うん、繋がってるじゃないですか、だから流れてくるんですよ、そうなんだよね、流れてくるんですよ、そ そうだね。そうで、みゆきさんのね事務所に行くとね、うん、この間金尾さんいらしたよとかね、そう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 、言われたりとか、水上さんとかね、あ、そうですか、そうそうそう、山田さんから本当、そういや、そういうね、いろいろね、ご縁もありますよね、ありますね、だからそういうのもあって全然本当に会ってない感じがなかった、うんたんですよね、うん、で今日ねちょっとね生ギター持ってきていただいてるんで、はい、早速この辺からあお便りご紹介しましょう、まずはい、あそちらいやいや、あ、うん、ね、うん、はい、エルヴィン君になんかリクエストが来てます、リクエスト来てますか、はい、来てましたよ、おうおう、ですね、うん、カナオさんのコーナーへリクエストさせていただきます、はい、エルヴィン浩二さんへ、はい、後悔、後悔、後悔、海を渡る後悔、はい、リクエストです、 Y より後悔、 Y よりです、 Y さん、 Y さん Y さんね、はい、ありがとうございます、なんとなくわかります、なんとなくわかります、はい、これはどういうの、そんな感じ、これはですね、うん、僕が実は一番最初に作曲した曲なんですよ、そうなんだ、でこれがたまたま運よく皆さんに受け入れられたんで、その後曲を続け書き続けようっていう風になったんですよ、最初って分かんないじゃないですか、で僕はこの時日本丸っていうね客船に乗ってて、うんうん、で当時めちゃめちゃ下手だったんで出番がなかったんですよ、そんなにね、うん、船の演奏でね、はいはい、であいつは何のために乗ってんだとか言われたりね、いろいろあったんですけど、うん、まあ、当時のねディレクターとかがいやいや経験積めばいいからとりあえず乗っとけと、ということで最後に降りる時に、うん、スタッフの人たちにその感謝の気持ちを込めて作った曲なんですよ、あ、本当、はい、でそれが受けちゃって、うん、ディレクターが僕が翌々日に降りる予定だったんですよ、うん、翌日に急遽無理やりイベントを作って、うん、でお客さんにも聞かせたいっていうことで、うん、それで弾いたんですよ、それからこの曲がロングクルーズの世界クルーズの最後の、うん、グランドフィナーレの曲になったんですよ、そうなんだ、すごいじゃないですか、素晴らしいね、いやだからもうその時の皆さんがいなければ、うん、今この決戦もビクトリアも何もない、なかった、そのビクトリアに関しての一応今回のことっていうのはあれですよね、そのボクサーの、そうですね、はい、今回川崎に行ったボクシングジムに所属している黒田正幸選手、ね、はい、日本のフライ級ライトフライ級の2階級チャンピオンで、うん、世界戦も2度、うんうん、行ったんですけれども、その黒田さんとの出会いがきっかけで、うん、まあ、最初はねその曲書くとか、うん、そういったことは全くなく、うん、本当に親交があって、はいはい、仲良くさせてもらってたんですけども、うん、試合に行くたびにですね、なんかこう会長から一番最初に試合見に行った時に、うん、実はねって今日黒田に言ったんだよと、その、うん、イルヴィンさんのギターの緩急を思い出して試合行きなさいと、うん、っていうことを最初に言ってくださって、うん、でそれがなんかすごいこう、うん、嬉しかったんですよね、でそのイルヴィンさんの曲で入場しないのっていうことも言ったんですよって、うん、でそれが今度試合行くたびに今度なんかトレーナーの方から言われたりとか、うん、っていうことがどんどん増えてって、うん、でその防衛戦を見ていくうちに、あ、これ僕も世界戦とかの方がいいのかなとかって思ってたんですよ、うん、でなんか黒田さんもなんかいやもっと大きな舞台でなんかそのお願いしたいんですみたいなことをなんかトレーナーに言ってたらしいんですね、だけどいつどうなるか分かんないじゃないですか、やっぱ相手のあることなんで、うんうん、
なんでそういうこともあって、あのいや今だろうということで、うん、あのその世界戦の前の試合で、うん、あのビクトリアをバーって書いて、うん、であのそこから入場曲になって1年後間に合って世界戦の方でも流してもらったっていう。ああそうなんですか、はい、すごいね。そうなんですよ。で今回本当はね3月30日に、うん、あの復帰戦があったので、うん、あの後楽園ホールでの発売に合わせて、うん、実はこの CD っていうのは作ってたんですけどね。なるほどね、はい、だから、まあ、たまたま今のねこういう状況になってしまったので、はいはい、まあ、ちょっと今そうですね、とりあえず今のところこの間お話、まあ、あのジムの方マネージャーからお話聞いたら11月のその試合を、うん、とりあえず今はあの予定をしていると、うん、まあそのね、はい、あの状況次第ですけどね、うん、そうだね。あのただまあ、これが収束してあの、うん、日本がじゃあ前を向いていこうってこの経済とともにこう歩み始めたら、うん、そういうことになるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そうなったらねその後楽園ホールでも、うん、きっとこのビクトリアあの販売することになると思うんで。なるほどね、はい、じゃあこれちょっとかけちゃってもいい？もうそうですね、もうせっかくお話ししたんでね、ね、はい、これちょっとね話の流れ的にはね、はい、イルヴィン・コージさんのね作詞作曲編曲ですよこれ。ビクトリア、そう全プレイヤーイルヴィン・コージっていうね、また声もまた素晴らしくて ね, ねこれちょっといけるんじゃないかと思ってんだもん。お願いします。行きましょうか、ビクトリア。Hey!
世界へ駆け上がるまでビクトリア俺その心を燃やして俺もう一丁描いた世界へ駆け上がるまでビクトリア俺また違う。またいいっすね。ね、今ね、ちょうど聞いてる時にね、ファックスいただきました。コージ君、こんにちは。今日は久しぶりなので、楽しみにしていました。演奏ビクトリア、とても素晴らしかったです。ありがとう。これからも頑張ってね、ようこさんから。ようこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、手書きでね、いただきました。お母さんみたいな人なんですけど。お母さんみたいな人？そうです。お姉さんじゃなくて？そこはお母さんにして。お母さんにして。あ、そう。そうです。はい、私の方からね、ご紹介しましょう。はい、金尾由郎さん、投げ銭 FM 音中ということで、はい、皆様こんにちは、暖かいですねっていうね、昨日の私は春の花を楽しむべく、埼玉に、花を求めて動き回りましたというね、これはね、投げ銭 FM、チャーリー佐藤さんですね、ガーベラやライラック等に、買って帰りましたというね、帰宅しプランターに移しているとシマリスのチビ君が待ってましたとばかりかじるやらおしっこをかけるやら大騒ぎと春爛漫シマリスのやりたい放題の木曜日でありましたっていうねシマリス飼ってんだねそうしてエルヴィン・コウジさんあのチャーリー佐藤さんねそうすごいガッチリした人うんガッチリしてるシマリスとちょっと似合わないんだよねそう、うん、あなた普通だって錦糸町とか歩いてたらもう本当こうこっちの方が避けるぐらいこっちの方ってどっちの方でしょうかどちらの方でしょうか、はい、ねシマリスに、自粛要請をいたしましたが聞き入れてもらえませんっていうね、はい、チャーリー佐藤さんありがとうございます、はい、今日はいくら、うん、今日は1万円ですねちょっと少ない今日は、ね、5000円ぐらいちょっと少ないところぐらいが分かるんで、ね、そうですよね、そうよね、うんあ、お仕事忙しいですよね。これ遊び回ってるわけじゃなくて、ほら薬局っていうか薬でしょ。薬をそうですそうそう医療関係だから。そうです。薬関係の方ですね。だから忙しいですよきっとね。こっちへどうしますかね。ということでね、今日今日ね、はい、実はそのイルミコウジさんのまあおじいさんとかお父様の素晴らしいギタリストでね、はい、いらっしゃって、お母様はまたお母様は日本の方で、はい、シンガーですよね。シンガーです。シンガー、今日お母さんお見えになってる。ちょっとなんか言ってないお母さんと。そうです。先にやるんじゃないの？いや、お母さんと先に。お母さんと。お母さんちょっとお見えになってるけど、ね、ご紹介しましょうか。呼んでいつものように呼んでくださいよ。じゃあみんなでおかんと呼びましょうかね。おかん、ね、そうおかんと一緒っていうねねユニットをやってますよね。はい。あ、そうなの。じゃあいきますよ。はい。3、2、1、おかん。イエーイ。おかんいらっしゃいました。どうもどうもどうも。急遽なんかすいません。いいえびっくりしました。今そこでいろいろ話してたら、おかん登場ですね。お母様、高子さん。いきなり呼ばれちゃいました。ですよね。はい。小路さんからちょっとご紹介ください。はい。これね。うちの母でございます。高子と申しますが、うん、ピアノと、はい、歌をやっておりまして、まあ、ラテン日本のねその、まあ、もちろんその歌謡曲だとか、はいはい、そういったところもやってますけど基本僕が生まれた頃から知ってる姿はラテン音楽をやっていて、うん、
それこそオルケスタ・デ・ラ・ルスのね、あのノラさんだとか、はいはいはい、そういった方と今非常に、まあ、多分気持ちが分かるんじゃないですかね、うん、中南米 で、ね、活動した時期と、うん、ちょうどオーケストラ・デ・ラ・ルースがアメリカでガッてこう来てる時、うん、同じだったんで、そうだ、そうなんですか、そうです、うん、すごく仲いいんですだから、それでうちの父と、もうそれこそ中南米全ほぼほぼツアーで一緒に回ったんじゃないかなっていうところなんで、うん、あ、そうですか、はい、僕よりもだからあれですよ、うちの父からのその音楽分の的なものは、あ、そうでしょうね、はい、直接受け継いでるっていうところもあるんじゃないかなと、そうだね、教えてもらったから ね、 ね、工事はね、もうお父さんとはこう子供の時に死に別れちゃってるから、あとはもう自分のお父さんから受け継いだ DNA に素直に自分が沿って歩んでいって、今自分の今の実力っていうのをね、身につけたっていうか、お父さんから何一つ教えてもらってないですからね、ワールドカップのね、あのサッカーのいいプレー集とか、うん、ああいうのをこう編集したものをこう、うん、残してってくれたりとか、なんかそういった、だからいいものを見なさいっていうのはね、すごい教えられましたね、なんか相撲にしても、僕は野球好きだったんで、なんかだったらイチローを見なさいとか、相撲だったら貴乃花を見なさいとか、サッカーでもなんかやっぱその一流を見なさいって言って、あとゴール決めたら喜ぶなと、試合が終わるまで喜んじゃダメだと、その姿勢は素晴らしいですね、そう、まあ、割と 昔から日本もそうでしたよね、はい、うん、そういうのがあるけども、はい、表にあんまり要するに感情をすぐ表現するっていうのは最近ですよね、そうですね、なんかまあ感情を出すのはいいんですけど、喜ぶのは多分、ね、うん、そうそう、勝ってからの方が、うん、多分、ね、勝負の方ってすぐ多分逃げてっちゃうじゃないですか、でそういうのはなんかあるなとは思いますけどね、で一番最初にほら浩二が耳に入れた、うん、音楽家っていうのが、はいはい、やっぱりお父さんがいい音を、うんうんうん、いい素晴らしい演奏を聴けっていうことで、本当にちっちゃかったんだけど、一番最初に連れて行ったコンサートがパコデルシアだから、スペインのギタリストの、その後にミシェル・カミロとか、うん、トマティータとか、うん、やっぱりもう世界の一流の人たちの、うん、あ、そう、ね、だからそれこそその後に会うんですよ、合うのね、トマティートとか合ってるの、そうなんだ、そうなんですよ、パコは間に合わなかったですけどね、亡くなっちゃったんで、そうだ、ね、トマティートは日本で川崎に来たんですよ、うん、モントルジャズフェスティバル で、うん、でたまたま僕がその時にモントルジャズフェスティバルの広報演奏をしたので、うん、言ったんですよね、コージ君ごめんねこんなギャラでなんて言われたんですけど、うん、まあトマティートと合わせてくれるんだったらいいですよって言ったら、本当に合わせてくれたんですよ、うん、あら、すごい、そう、だからなんかその時にあーっと思って、うん、うん、だからなんかこう、まあ、ヒロさんなんかもそうですよね、川中美幸さんもそうですし、あと今ラテンアメリカの本当に一番をこう引っ張ってるヤマンドコースターっていう素晴らしいギタリストがいるんですけど、うん、そのヤマンドにもこの間会うことができて、うん、だからなんか不思議な感じがありますよね、うん、でもそういう人との出会いが僕らにとっては一番財産だから、いや本当ですね、なんか人なんかそういうことでね、もういい時だけの付き合いっていうのはよく昔のレコード会社はそうじゃん、はい、で騙されてさ、俺たちはそこに行きましたか、契約させられてみたいな、そうだ、ありますね、そういうの山ほどあったんだけど、でも今思うとね、やっぱりその人の出会いしかないと思うんだよね、財産になるものって、お金ってすぐなくなるじゃん、物とか、そういうんじゃなくてね、やっぱりそういうふうに思いますよね、そうですね、あとはやっぱそのなんか、まあ、外から見る自分の印象と元自分がいる本当の印象ってなんかあるじゃないですか、なんかそのもちろんその変わっていく部分って大事だし、それにいろんな人がこう乗っかってきてくれるのは全然それぞれいいんですけど、そうじゃなくてその前から、その前がやっぱずっと一緒にいる人たちっていうのはやっぱりまたちょっと違いますよね、やっぱ自分の中では、なんか素でいられるというか、だから悪くなっても多分ずっと言ってくれるだろうなっていう、だからすごく自分が辛い時ほどね、やっぱそういう風な人たちがこうの心に染みるよね、気持ちが、はい、いい時は誰でもね、そうですね、みんなね、集まってきて、もう俺なんかレコード会社も最初に契約がした時はみんなもう新聞社とかね、テレビ局とかね、周りがブワーッといたんだから、はい、誰もいなくなっちゃった、わかるわかる
ね、でも それがねいろいろねそういう経験がね、はい、今にやっぱり至りますから、うん、やっぱりあの辛い時ほどそういう人たちこう助けてくれるっていうかね、うん、それはありますよね。いやなんか最初にそれこそカナオさんとお会いした時に、うん、やっぱりなんかそういう人間的ななんか奥深さ、うん、あのみたいなのすごく感じたんですよね、うん、あの僕は最初にこう FM の方来て、うん、あの当時のねこう山田さんにこうね、はいはい、こういう人がいてカナオさんって素晴らしいんだからって言って、うん、あのご紹介いただいた時に、あそうだったね、そうなんですよ、うん、でそこからやっぱりちょっとあなんだろうな今見えてるこの1個2個後ろ 見られてる感じっていうかなんかそういうような感じはすごいあって、うん、あのその中での笑顔だったりとかだからいろんなことがあっての笑顔だったりとか、うん、この明るいキャラクターだったりっていう感じなんだろうなっていうのはすごい受けたんですよね影響がね、うん、いや本当にね少し大人にさせていただきました今日ね、ご家族というかお母さんもいらっしゃったので、はいはい、なんかちょっと二人で、ねね、そうですね、急遽なんですけど、まあちょうどね、この間おかんと一緒っていうシリーズで挙げたシェリトリンドっていうね、うん、美しい空、まあ、うん、泣かずに歌えば空も晴れるよというね、うん、でこれはあのメキシコのもう大衆国家みたいな感じにもなってて、うん、向こうのサッカーワールドカップとか、うん、そのサッカーの大事な試合の前と後にサポーターで大合唱するんですよ、うん、向こうは10万人入るので、うん、ものすごい迫力が実はある曲でして、うん、で、まあこういう時期ですから、うん、あの実はあのメキシコのねそのアーティストたちと、一緒に動画を作ってあげたんですよね最近作ってたね、うん、そう、はいはいはい、そうです、あれ素晴らしいね、今回のコロナのねこともあってみんなでこう頑張ろうよっていうね、うん、そうだね、そういうメッセージ性のある曲なんですけども、はい、今回、日本のメキシコ大使館と、うん、そして、メキシコにある日本大使館、うん、の方でもこうシェアしてもらって、うん、これが、3日で1万回再生超えてね、1万5000回、すごい、いやだから今日で5日なんだけど、うん、でそれで1万6000ぐらいに来てるんですよ ね、うん、素晴らしいよね、せっかくなんで、はい、その曲を、あ、そうか、ここで、ね、うん、いいね、そうですよ、そうね、いいね、今うんって聞いてたけどそうだ、タイトルはな、うん、これはセリトリンド美しい空、ね、はい、っていうね、じゃあ行きますか、行こう、泣かずに歌えば
いやいやじゃないんですよ、いやいやいやこういう時はね、こういう歌で本当に明るい気持ちだけでも明るくなってもらえたら嬉しいなって思いますね。本当に明るくなりますよね、こういう曲ね。もうみんながね、明るくなった、嬉しいとかっていういっぱいコメントもらえたし、よかったよね。そうね、メキシコからもたくさんこうコメント来たので、うん、だからよかった、国際色歌でね、一緒にね、こういう時期ですから、前を向いて、やっぱ音楽は大事ですからね。大事ですよ、ね、まあ今何もできないけど、本当何もできないですけど、もうこれが収束したらね、そうですね、みんなで盛り上がりましょうよ。そうですね、今皆さん本当にファンの人たちもね、いろんな方のファンたくさんいらっしゃると思うんで、その人たちもみんな今頑張って、ね、自粛して我慢してるんで、 そのパワーを一緒にね、こう爆発させて、免疫力高めていければいいですね。そうです、ね、もういいこと言いますよ。いいね、笑顔がまたすごい明るくていいですよね。本当にお母様、高子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。急にね、呼ばれてちょっと、そう、もうどうするよ、このね、マザコンぶりが乗っかっちゃったけど、電波に。おかん、どうする、このママ大好きだよっていうこの気持ちが出ちゃったけど、どうする。ちっちゃい時から変わんないです。それはいいこと、羨ましいですよね。一緒にこうできるっていうのは羨ましい。お母様でもよくその向こうにメキシコに行かれたきっかけって何かあるんですか。いや、ちょっと話なんか、じゃあだってこの子のお父さんが連れて行っちゃったんですよ。日本に来た時に。そう、日本に公演で来てたので、もうその後にピョーンって連れて、もう全くスペイン語も分かんなくて英語しか喋れなかったんですけど、でも行った途端にもうバーッと向こうで仕事をさせられ、一緒にツアーで回って、だから英語でご挨拶を皆さんにしていって、徐々にスペイン語を覚えたっていう感じですよね。すごい羨ましい。ほら、あのオンリーユーの人とか、なんかああいう人たちと一緒にやったらしいですよ。そうそう、プラターズとか、そうプラターズとか、あとビルヒニア・ロペスとか、もうなんていうか、アメリカでもすごい有名な人なんですけど、それとか、あとはエクトル・ボニージャって有名な俳優さんの、やっぱりこっちで言うマダム・バタフライ、それをやったりとか、それとか、あとは誰だっけ、ジャンガ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 、いっぱいもう次急に振られて名前が出てくるんですよ。いろいろとやらされました。もう本当に分かんない時から、話いっぱい聞きたくなっちゃう。スペイン語が分かんない時から、もうそういうところにいきなり入らされたので。でも、まあ、好きな場所ですからね、すぐに馴染みました。個人的にはだって宇和島の出身って、そうですよ、すごい私高知だから、うわーと思って、そうか私宇和島大好きなの、子供の頃から私だって高知にその後住んでましたよ。あ、本当、ちなみに僕がうどん、やってたバイトがうどんの四国たまってそう、うどん職人でうどん打ってましたから。また盛り上がりますね。盛り上がりますね。美味しいんで、ぜひ皆さん、建築会館にありますんでね、うどんの四国たまち店、よろしくお願いします。私も行きたい。うわ、嬉しい嬉しい。いろんなね、お話もあっという間になりますけど、本当にね、じゃあ一応浩二君に今日なんか、一曲、はい、ね、あ、じゃあ一曲、ですね、これはなんだっけな、エグベルト・カブールさんっていうね、方の曲なんですけれど、これチャランゴ奏者って言ってね、ほら、コンジョラ飛んでいくとか、ああいうチャラーンってこう、ほら、ちっちゃいギターみたいなね、のがあるんですけど、これの名手と言われているのが、このエルネスト・カブールさんっていうボリビアの方なんですよ。で、今年の2月に、レンさんっていうね、またこれ素晴らしいケーナー奏者、向こうの笛ですね、尺八みたいなもんなんですけども、加藤時子さんもね、ずっとこう親交があって、すごい推してるケーナー奏者の方に呼ばれて、ゲストで演奏させたともらった時にやった曲なんですよ。で、これが素晴らしくて、実はそのめちゃめちゃ刻む感じの曲であって、そのサンポーニャっていうこの笛のね、こういうやつのこう、なんだろう、僕たちこんだけ弾けるんですよっていうね、その花形の曲なんですけれど、これをちょっとギターでやってみようかなと、お願いします。はい、ちなみに多分これ世界初になると思うんで、レニオ・ベルデ。
サンデーかっこいいね。南米のやっぱりね、うん、一気にこう空気変わりますね。ますよね。変わる変わる。なんか血が騒ぐ、なんだ私南米生まれからのほうかなんか暑いから、なんかね、でもなんかねこういう暑いかん、なんかある、まあ、暑い高知じゃなくてこっついの方のかもしれない、こっついこっついこっついの方かもしれない、こっついこっつい、わあ、なんか血が騒ぐ、いいね、うわー素晴らしいね、本当にね今日はあっという間の1時間でしたけどもですね、浩二君ありがとうございました、イルヴィン浩二さん、ね、ご登場いただきました、ありがとうございました、イルヴィン浩二君の方がいいんだよね、太田浩二さん、太田浩二さんはね、太田浩二さんは町内会で、そう同じだもん、町内会で呼ばれる時にね、あのお隣さんとか ね、 ねてかむしろね、お隣さんでも多分浩二君だね、浩二君ね、そうそうそう、浩二浩ちゃんとかね、もう1個距離ができると太田浩二さん、太田浩二さん、太田さんって言われて、ね、そう町内会費の徴収とかね、町内会費とかちょっとちっちゃいね話が、そうそうそう急に世界から町内会費、そういう時に太田さんってくるそうだよね、ということでね、先週、まあ、金玉っていうか、はい、ゲストいらっしゃらない時に「かなお魂」っていうことをやってますけども、ね、ゲストが来てて、お答えできなかった曲の中から僕の曲今日一緒にやってもらえるの、はい、ぜひ「風の中で立て」っていう、ね、僕父、はい、まあ、去年も母も亡くなったんですけども、父はもう20年前に亡くなってて、で父が亡くなった時に横浜で歌っててね、まあ、そばに行けなかったんですけども、その思い出として作った歌なんですよね、なるほど、風の中で立てですか、一緒にやっていいですか、はい、3年経ったら、
はい、金の城風の中で立てっていう曲ステージでしたけど、まあ、いいありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。そういう思い入れがあった、あっという間の、ね、1時間でしたけども、またぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ、本当にありがとうございます。1時間じゃ足りなかったね。高子さんありがとうございます。素敵な歌もね聴かせていただいて、すごい楽しかったですね。本日のゲストはですね、イルミン浩二さんでした、はい、またお会いしましょう。はい、よろしくお願いします。お相手は、はい、松下としみ、はい、金尾義郎でした。また来週お会いいたしましょう。来週は、金尾魂金玉聞いてね。 See you next time。 See you next。 幻を見たんだ、後ろ姿優しい